キャンセル料とか買い取ってくれとかっていうのはありますね。金銭的な被害が及んでくるので、だから最初にもう計画立てるっていうのは本当大事ですね。そういう漆喰系ソードの専門店、ロハソールの辻です。今回は計画性についてお話ししていきます。で DIY でやろうとすると計画立てずに始める方が非常に多いんですね。で、これが業者が関わらないという自由性があるので、その自由性をね楽しもうということで DIY を始めていってしまうと順番があるんで、道具を揃えてで塗るで片付けとかいろいろあるんですけど、その順番に沿ってないと道具を買いにホームセンターに走ったり、塗ってても壁が途中やめになったりとか、そもそも DIY で塗ろうとして連休を取っていたとしますよね。でもその後途中1日目だけできて、あとはもう何もできないとかっていうことにつながってくるので、まず計画っていうのはとっても大事です。 DIY で漆喰を塗ろうとする場合ですね、いろんなパターンがあるんですよ。住みながら塗る方もいらっしゃるし、中古の物件を買ってでリフォームのタイミングで塗る方もいるし、新築を建てたタイミングで塗る方もいるし、お店に塗ったりとかね、いろんなパターンの方がいるので、そのパターンによって計画の方法が変わってきますね。で例えばリフォーム工事であれば、業者さんが工事する部分と DIY で塗る部分ですね、同じ部屋の中で分けているケースもありますが、そういう場合は日にちをずらしていくんですね。でその日にちがいつから DIY が入れるかっていうのを自分で把握しておかないと、できますよって言われて、あ、じゃあ準備しようとかやってると、その準備期間でこっちの自分が塗れるであろう日にちの方に食い込んでいったりするんで、塗る前に、いずれのケースもですね、ある程度の材料を揃えておいたり、どんな工程でやっていくかとか、であと脚立ですね、自分の身長に合わせて手が届く届かないがありますから、脚立などを揃えたり、床のブルーシートとかが変わってくるので、計画を立てていく、で自分が塗れるタイミングをあらかじめ理解して、でそれに合わせて前もって準備していくっていうのが大事ですね。計画的じゃなかった時に起こる問題っていうのはそもそも何なんですかね。なんか何も考えずに始めちゃって、よくあるパターンですね。相談を受けてて、あ、これは計画できてないなと思うパターンが、塗る面積があやふやなんですね。でここも塗りたいしここも塗りたいけどどうかな、とりあえずこの面塗ってから考えるとかやってると、とりあえず最小限だけ材料があればいいですで塗っちゃいますよね。本来はその塗ってる時間を総合計すると、もっと面積塗れてるんですけど、もう一部だけ塗って満足して、で良かったからじゃあ次も塗りますって言って、時間を無駄に浪費したり日にちを無駄にかけたりっていうのがありますね。でそれは我々から見てもったいないなと思います。で計画を立てるにはある程度の技量レベルですね、 DIY で塗る場合技量レベルに達しておかないと目算が立たなくなっちゃうんで、技量レベルをある一定段階にしておくっていうのが初期段階で大事ですね。自己流でやってみて、で自分が上達したレベルで進めたらいいかっていうのは結構ギャンブルですね、見てると。で計画立てていく場合は材料を揃えて道具を揃えてという順番になっていきますけど、計画立てようにもまず面積と、あと下地の状態ですね。で自分がどの状況下で塗るのかによって計画作りが変わってきますね。DIY で塗る場合工期がないって思ってる方もいますけど、工期がある DIY もありますからね。リフォーム工事に合わせてとか新築工事に合わせて塗るとかっていう部分の工期で、そういう場合はリフォーム業者さんとか工務店さんとかともっと綿密に日にちの計画ですねを立てていくっていうのが大事ですね。あと必ず DIY でやる場合は B プランを考えた方がいいです。バックアッププランですね、よく言うね。A プランでうまくいかなかったら B プランはないのかとか言ってよく映画であるじゃないですか、かっこよく言うやつね。でDIY の場合は B プランはないですみたいなのになると後でどうにもならないですから、例えばその工期中に塗れなかったらあと引っ越しした後こっちの部屋は塗ります、最悪そうしますみたいな B プランですねを考えておいた方がいいですね。じゃあこれ例えばリフォームとかで他の工務店さんなんかも入りながら、じゃあ漆喰は DIY で塗る、じゃあそこには工期が発生する、その工務店なんかと約束した工期が遅れてしまった場合っていうのはなんかどういう問題が発生しますか？それね、めっちゃありますね。で工務店さんが出してる工期もやっぱり前後しますからね。で最近でもありましたけど部材が入らないってやつですね、戦争の影響などで。でそうなってくると入るタイミングがもっと遅くなったりするんで、でも遅くなったらなったでそれに合わせて塗っていくしかないですけどね。例えばいついつまでに漆喰を DIY で塗り終わりますっていうのをその工務店の人に言ってそれが遅れた場合何か逆に工務店に迷惑かけたりとかすることとかってありますか？工務店さんが心配してるのは、例えばトイレとかね塗るときに先に塗っておいてから便器をつけた方が塗りやすいんですよ。でも待ってくれてたりするんですね。その時に設備屋さんを手配しているので他の工務店さんだけでなく職人さんにまで影響してくるという。リフォーム工事とか家を建築してていろいろね部材を見ていくわけですよ。でそうしてくると漆喰っていいんだっていうのが分かってやっぱり壁紙じゃなくて漆喰にしますみたいな途中でコロッと変えちゃうと業者さんに迷惑というか金銭的な被害が及んでくるので、だから最初にもう計画立てるっていうのは本当大事ですね。特にそういうプロジェクトができている場合ですね。途中でこう漆喰に変えますって言ってこうドタキャンみたいなことやるといやいやもうすでに壁紙仕入れてますとかで他の材料仕入れてますとか言って、それのキャンセル料とか買い取ってくれとかっていうのはありますね。本当に実際被害がある場合とあとただにふっかけている場合もあるんで真実は闇の中という感じになっちゃいますが、ただ土壇場で本当変えない方がいいですね。もうみんなに迷惑かかっちゃうんで漆喰塗りたいとなったらもう最初から壁紙も発注しない。そうすると壁紙代も発生しないし職人さんの人件費もかからないのでその分がコストダウンになるので、みんながハッピーですよね。計画作りにおいては最終目標をまず決めておいてで第1段階ではここまでやりますで第2段階ではここまでやりますっていうふうにこう分けていくんですよ。一気にこうぐちゃっと始めるんじゃなくていわゆる積み上げ式ですね。DIY だと積み上げ式で最終的にここまでこういくだろうみたいな、だから最初にここだけテストしてでいけたら次行こうみたいなのがあると思うんですけど、逆にですね完成ですね。最終目標がこうだからで第1段階ではここをやるというふうなやり方に切り替えていかないと計画が立てれないで材料を揃える量が分からない、逆にある程度分かってたらお得に買う方法もあるんで、もったいない思いをしている方もいらっしゃいますね。自己流が一番もったいないパターンに陥りやすいですね。厚みが厚すぎて材料を無駄に使っちゃうとかで時間がやたらとかかる塗り方をしてるとか効率をどんどん上げていくで、スイスイ進んでいくと楽しいですからね DIY。だからある程度のレベルにしておくのが大事ですね。で目標のレベルっていうのが1日かけてだいたい6畳部屋ぐらいを塗れるレベル、これが目標ですね第1段階では。でもっと慣れてきたら8畳部屋とか塗れるんですけど、まずは1日かけて6畳部屋を塗れるぐらいのテクニックレベルですねになっておくと計画立てやすくなってきます。塗る前からね6畳部屋を1日で塗れるレベルにやろうと思うとやはり基本知識と扱い方ですね、これを学んでおく必要が出てきます。でロハソールの DIY 教室では基礎中の基礎からやってますのでレベルを上げておこうと思う方は是非 DIY 教室に参加してください。新宿、名古屋、大阪、岡山、そしてオンライン上で DIY 教室をやっております。説明欄にリンクを載せておりますのでそちらからお申し込みください。ロハソールの YouTube チャンネルでは漆喰について珪藻土について家づくりについて情報発信をしております。チャンネル登録がまだの方はこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画が参考になったという方は高評価もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。